a p 9高速道路から撮影した事故現場の画像サンティアゴ方面へ脱線した列車先頭車両。救助作業によって動かした状態。事故の列車と同じ車両型のリーフ730。列車無事だった乗務員が乗客救助に向かう様子サンティアゴでコンポステラ。列車脱線事故は2013年7月24日に スペイン・ガリシア州サンティアゴでコンポステラ郊外において発生した列車脱線事故である。乗客乗員合計約240人が乗車したスペイン国鉄の運行する高速鉄道の旅客列車が急曲線区間にて脱線転覆し79人が死亡した。現地時間の7月24日20時41分ごろ、マドリード・チャマルティン発フェロール1機の高速旅客列車。 アルビアが途中のサンティアゴでコンポステーライラ駅手前3から4キロメートルの地点、自治体内のサール教区、アングロイス地区に差し掛かった際、曲線区間の制限速度を大きく超過する、約160時速220キロメートルで侵入、脱線転覆に至った。事故発生と同時に一部の車両から火災が発生し、炎上、また事故時の衝撃によって車体が2つに切断された、や、 折り重なるように大破した者、線路防護柵を乗り越えて、線路脇の道路へ飛び出した者など、各車両とも激しく損傷した。この事故によって、現場で73人の死亡が確認され、他4人が病院へ搬送後死亡、100人以上が重軽傷を負った。事故原因については、列車は高速で走行しており、 カーブ区間で大きく傾いたとの乗客の証言があり、列車の速度超過が原因であると現地メディアが報じたものの、スペイン国鉄の広報担当者は原因を断定するには時期尚早と語り、テロの可能性を否定するとともに原因究明には時間を要するとの見通しを示した。事故の翌日、7月26日付の報道によると、スペインの運輸担当国務次官は、 列車の速度違反が事故に関係しているとの見解を示した。当該列車の男性運転士は30年の運転手経験を有し、1年以上前からこの路線の運転を担当していたとされる。運転士は負傷したものの生存し、今後入院先の病院にて事情聴取が行われる予定と報じられた。しかし、その後の取り調べに対して一切の証言を拒否していた。 28日、司法当局は、同列車を運転していた、運転士に対して、過失致死容疑での刑事訴追した。運転士は、現場のカーブに差し掛かる数分前に、レンフェの管理官からの電話を、携帯電話で受け、脱線事故の瞬間も話していたらしいことが、ブラックボックスの解析により判明したと、ガリシア高等裁判所が発表した。 スペインの高速鉄道線とそこを走る列車には E t o x レベル2が装備されているが、事故現場は改良された在来線との共用区間であり、従来型の ASFA だけが設置されていたという。ASFA は運転士に、いずれもカーブでの速度超過による列車脱線事故。ありがとうございます。